もし、自分の命の時間が、あらかじめ決まっていたとしたら、俺なら、どう受け止めるだろう。あの、ターミナルサービスっていう部署は、どこでしょうか？それでしたら、このビルをぐるっと回った裏にあります。裏？よし！今日からお世話になります。水垣司です。よろしくお願いします。なあ、課長。今年はうち新人ゼロだったんじゃねえの？エラー、よく聞き取れませんでした。もう一度言い直してください。え、エラー、未だに学生気分が抜けてないんでしょ。これだから素人はアイラの手をずっと握りしめたままときめいちゃってたみたいなんだけど、超キモくない？言っとくけど私の方が先輩なんだからね。ちゃんと指示に従うこと。司はスポッターだよ。自分のパートナーがちゃんと仕事ができてるかを監督するのが業務。つまり俺は見てるだけ？概ねそう。そんなことも知らずに入ってきたんだ。いいか、二度とアイラに無茶させるんじゃねえ。わかったか？はい。でも覚えておくべきなのは一つだけ。この仕事は決して報われない。思い出を引き裂くのが私たちの仕事なので。今日から俺たちパートナーだね。よろしく、アイラ。寿命すぎるとギフティアは人格や記憶が壊れちゃう。そこで私らターミナルサービスが持ち主のところまで出向いて回収してくるのさ。あ、なるほど。いい？回収するだけじゃダメなの。それじゃあ私たちの仕事は悲しみしか生まなくなる。大丈夫、司が何を考えているかわかる。この時俺はもう名前も知らない君のことを好きになっていたんだと思う。回収完了。